あればっかり気をつけたいのは津波ですよね。そうですよね。はい。今ダイビング中だったけど地震が来ちゃったよという場合、まずはエキジットをすぐ考えてください。こんにちは、パパラギ先生のまるごとダイビング TV、 インストラクターの小渕です。このチャンネルではこれからダイビングを始めたい方や初心者の方のお悩みをまるごと解決していきます。小渕さん、はい、ダイビング中に地震があったらどうしたらいいですか？ちょっと考えると怖いですよね。怖いですよ、本当に。そもそもなんか水中で地震に気づけるのかとか、最近南海トラフのニュースも多くてね、心配になっちゃう方多いと思います。そうなんです、はい、ちょっと教えてください。はい、じゃあ今日はダイビング中に地震にあったらどうするのかを丸ごと解説していきます。お願いします。はい。水中で地震って感じれるんですか？浮いてるから分かんなさそうですね。震度3ぐらいとかちっちゃめの地震だとやっぱり気づきにくいみたいですね。大きめの地震の話で言うと、実際に東日本大震災の時に水中でその地震に遭った方のお話なんですけれども、その潜っていた時に推定1メーターぐらいが濁ってきたりだとか。水とか。そうですね、そのあたりですね。濁ってくる。そうですね、水底が巻き上がって濁ってきたりだとか、海底全体からこう泡が吹き出してきたりとか。泡が出てくるんですか？はい、多分揺れによってその泡が出てくる。なんか残ってた泡。そうですね。震度3ぐらいだと低いゴゴゴゴゴという音が聞こえることもあるみたいで、ただその船の音のようにも聞こえてしまうので、それがなんか地震の音っていうのがなかなか分かりづらいかもしれません。なんか難しいですね。そうですね。でなんかとっさに、あ、地震だって思って次の行動に移れるかどうかはちょっと分かんないですね。そうですね、その地震の規模だったりとか震源からどれぐらい近いのかにもよって変わってくると思うので、まあ、ちょっと難しい部分はねあるかもしれませんね。地震だなって分かったらどうすればいいんですか？水中にいるのか港とか岸の近くにいるのかによって変わってくるとは思うんですけれども。まあそうですよ。あればっかり気をつけたいのは津波ですよね。そうですよね。はい。ダイビング中だったら息できるし水中にいた方がいいかなと思ったんです。できたらね、上がった方がいいです。そうなんですね。はい、やっぱり津波が来る前の引き波っていうのがかなりまずいので。はい、大きい津波が来るだと沖に持ってかれちゃうんですかね。そうですね、なかなかこう何かにこう捕まってももしかしたら流されちゃうぐらいの勢いだそうなので。はいはい。もし陸にいるんだったらとにかく高台にすぐ上がった方がいいですし、これから上がるよとか入るよとかそういうタイミングだったらもう直ちに機材を下ろして高いところに避難した方がいいですよね。ダイビングしている時に地震にあった場合はですね、自分がどこにいるのかによっても避難の仕方変わってくると思います。はい、整理しておくと、まず浜辺にいる時ですね、セッティング中だったりとかまだ海に入っていない場合というのはもう直ちに高台に避難してください。その避難経路も看板があったりとかマークがこう地面にね印字されてたりとかもすると思うので、ぜひね、あの日頃からちょっとそういうのも気にしてもらえるといいかもしれません。わかりました。水中にいた場合なんですけれども、今ダイビング中だったけど地震が来ちゃったよという場合、まずはエキジットをすぐ考えてください。とにかくすぐ上がれってことですか？地震が起きてから津波が来るまでというのは幸い時間差があります。できるだけその間に避難してもらえるといいですね。これはスピードが求められますね。もういち早くエキジットして、もう機材も下ろして、はい、速やかに高台へ避難しましょう。機材を下ろすのもスピードですね。そうですね、やっぱりもたもたしてしまうと時間もったいないので、さっと下ろしてそのまま機材とかを置きっぱなしにしてとにかく避難しましょう。わかりました。はい、先ほども言ったようにダイビング施設があるようなところで潜っているような場合は必ず避難経路が示されていると思うので、それに従って逃げてください。わかりました。はい、高台って言っても海抜何メートルまで上がれば一安心みたいなのってあるんですか？10メーター以上とかっていう風に言われることもあるんですけど、やっぱりなるべく高い方がいいですね。そうなんですね。はい、津波来るかななんて見て待ってる場合じゃない。そうですね、見てから逃げるのだと遅いのでいち早く逃げてください。わかりました。実際にその東日本大震災を経験した方のお話ですと、水中にいた時にやっぱり地震にあって、はい、上がろうとした時に津波が来る前のその引き波がすごかったらしいんですよね。ああ、もう沖に持ってかれるんですか？はい、もうあの沖出しの流れがすごくて水面にいると本当に一気に流されてしまうので、もうマイナス浮力にしてこうボトムクロールといってこう水底の岩などをこう掴みながら北前進のように上がったっていうのはありますね。水の流れに持ってかれないように。そうですね、水を掴みながら。そうですね。なるほど。
かなり強い流れで引いていくそうなので、そうですね。どうしてもそのレジャーダイビングだと一度その浮上して水面を泳いで上がるというのが基本にはなってくるので、はい、なかなか慣れないかもしれないんですけど、習えますもんね。そうですね。ただそれが必ずしも災害時に正しいとも限らないので、まあ、臨機応変に対応できるといいですよね。わかりました。はい。ボートダイビング中はどうなんですか？ボートの場合もこれからダイビングに出発しますとかもう終わりましたでその港付近にいるのか、はい、それともこうちょうど沖の方にいるかによっても変わると思うんですけれども、うん、もしもその沖の方にいる場合は戻らずにもうちょっとこうさらに沖の方に行って水深 50m よりも深い海域の方まで船を出すっていうのはあるみたいですね。それ沖に出た方がいいんですか？そうですね。かえってその沖に出た方が津波の影響を受けにくいというふうに言われています。一応こちらはですね、総務省がまとめている漁師さん向けのもしその地震とか津波があった場合の対策のガイドラインがあるんですけれども、そちらにも明記されてますね。沖に出なさいと。そうですね。あとは実際スマトラ島沖地震があった時も沖の船はそこまで影響を受けなかったようなんですね。あ、なるほど。実際にそういう例があるんですね、はい、そうですね。なので地震があったからすぐに港に戻ろうではなくて沖に船を出すっていうのも間違えているわけではないので、うん、知っておくといいかもしれませんね。水中にいたダイバーのお話としては、水中ものすごいこうアップダウンのこう激しい流れが発生していて、洗濯機みたいな感じですね。怖いですよね。勝手に下がっていっちゃったりとか。そうですね。ボートダイビングで水中にいる場合はもう、あ、地震だなと思ったら水面に上がっちゃった方がいいんですね。そうですね。水面に上がってもうできたらすぐにボートに上がれるといいですよね、うん、水面に出た後は流れのみになるのでなかなかこう津波っていうのに気づきにくいこともあるそうなんですね。アップダウンでね、ぐちゃぐちゃにされるよりは水面で浮いてる方が良さそうです。そうですね。ただまあ水面に出る時ももしかしたらこう何かがこう漂流物とかが流れてきてるかもしれないので、あ、まあ、そういったものには注意してもらえるといいですね。さすが、まあ、普段からねこう浮上する時はこう水面見てねっていう風に言ってるのはそういう対策にもなっているので守ってもらえるといいですね。はい。じゃあまとめると、ビーチダイビングみたいな浅いダイビングだったら早く上がりなさいですね。そうですね。で高台に行って、はい、ボートで沖でダイビングしてたら船に上がって沖に出なさいです。そうですね。その船長さんの判断にもよると思うんですけれども、うん、基本的にはそれに従ってもらって行動できるといいですね。わかりました。はい。なので知っておくべきこととしては、まず一つ、よく潜るポイントの避難経路を確認しておくということと、自分が今どこにいるかによって避難の方法変わってくると思いますが、とりあえずまずはすぐに上がれるんだったら上がる、そして高台へ逃げるということを忘れずにいてください。なんかこういう体験談とかも聞くと、なんか怖いっちゃ怖いんですけどね。いろいろ想像すると怖いですよね。大自然癒しだけではなくて、ちょっとね厳しい部分っていうのもあると思うんですけれども、日頃からもし何かあったらどうしようっていう対策を知っておいたりだとか、知識としてねそういうのがあった方がより安心して潜れると思います。まあ、そうですね、はい、どうしても災害っていつ起きるかわからないものなので、心配しちゃう気持ちはすごくよくわかるんですけど、はい、ずっと家の中に閉じこもっておくわけにもいかないと思うので。まあ、そうですよね。日常生活はねしていかなきゃいけないものですし、はい、レジャーもね気分転換にもなるので、はい、これからもねダイビング潜りに来てほしいかなと思ってます。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで今日の動画が勉強になった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せなかった内容を LINE で配信してますので、よかったら概要欄から LINE 登録もお願いします。このチャンネルで取り上げてほしいテーマや質問等ありましたらコメント欄に入れていただければ今後の動画の参考とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。小渕さん、普段の地震対策って何かします？一応家には備蓄をしていますね、はい、お、備蓄、お水とかあとは食べ物ですよね。すごい、ちゃんとやってるんですね。一応もうすぐ持ち出せるところ。そうですね、もう一箇所にまとめておいて。でもそういう準備大事ですよね。じゃあここでひろしくんにクイズなんですけど。クイズ、はい、ためになるクイズ。ためになるクイズ。ためになるクイズ、はい、まあ、そういった災害の準備として、はい、枕元に置いておいた方がいいもの。枕元ですか？はい、枕元にあった方がいいもの何だと思いますか？スマホ。
あ、スマホもまあ大事ですよね。ちょっと今スマホもバカっぽかった。いや私もスマホって思いました。これ最初に聞いた時に、なんでしょう。靴なんですって。靴ですか。靴です。枕元に。はい。なんでですか。いろいろ地震で物が倒れていってガラス窓が床に散らばっちゃうと裸足でそれを踏んで怪我しちゃうというのがあるので、玄関まで行けば靴ありますよね。はい。その玄関に行く前に足を怪我しちゃうっていうパターンが多かったんですって実際。あ、そうなんですか。はい。今までのその震災のデータとして玄関行くまでに窓がないとか、はい、ガラスないんだけどっていう人いません？照明の蛍光灯だったりとか、はい、電球とかそういうものも落ちてくる可能性あるので。おー、そういうのに足を切っちゃうんですね。そうですね。わかりました。じゃあ、はい、枕元には靴ですね、はい、そうですね。靴の方がより安全かなと思いますし、そのまま外にも出れますからね、靴だったら。はい。今日帰ったら、それを靴を枕に、はい。そうですね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。